출동. 今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG。 この番組はファミ通 .com 初のウェブラジオとして毎週土曜日に更新しております。歌とゲームをテーマに私今井麻美がお送りするギュッと詰まった内容になっていますので、じっくりたっぷり楽しんでってくださいね。今回で103回目となっております。はい、というわけで、予告動画の方も皆さんもすでにご覧いただいているかと思いますけれども、本日はゲストに私のパートナーでもあります北村エルちゃんをこの後お呼びしておりますのでね、皆さんワクワクドキドキしているかとは思いますけれども、はい、というわけで、皆さんからも普通歌をいただいております。前々回の放送、または先週のね放送などで、皆さん震災の方は大丈夫でしたかというお便りをね、もし元気だったら送ってくださいねとお願いしたところ、本当に多くの方からたくさんいただきました。ありがとうございます。まあ、番組中にはちょっと全てご紹介することできない状態なんですけれども、すでにその元気だよっていうのは伝わりましたので、わざわざありがとうございました。あとね、残念ながらお友達でお友達を亡くされたという方からもいただいたんですけれどもね、生きている私たちが一生懸命頑張って毎日を生活していればきっとね天国で見守ってくれているんじゃないかなと思いますので、ね、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは普通歌召喚していきますよ。ですね、じゃあこちらを紹介したいと思います。ハンドルネーム白川宗志アットマーク北海道民さんからいただきました。エミゴススタッフの皆様こんばんは。こんばんは。101回目の放送の冒頭で、メールを読んでいただいてとても感動しましたということでね、飛行機に乗り遅れちゃったっていう方ですね。で、私がチケットどうなっちゃうんだろうっていう風にね、乗り遅れるようなことしたことないから分かんないよっていう話をしたところですね、その後の結末を教えてくださいました。手数料を引かれて一部払い戻しをされて新規でチケットを買い直しということらしいんですよね。なんか全部はい乗ってないけど全部返せないよーっていう、その割とひどい感じじゃないんだなと思って、飛行機会社の方、本当に私のトークが長かったせいでご迷惑をおかけいたしました。SSG を代表してなんとなく謝らせていただきます。ごめんなさいなんて。はい、そういうことなんですね。でもね、やっぱり教訓として出発時間がギリギリになったら他のお客さんにも迷惑がかかっちゃうので、今度から余裕を持って、チケットを取りたいなと思いましたというふうにおっしゃってるんですけど、なんかね15分前にはゲートを閉めて飛行機を動かしたとのことだったので迷惑はかからなかったと係員さんがおっしゃっていたということで、ちょっとほっとしましたというようなね通信が書いてありますけれども、そうですね、本当に私この去年あたりから本当に飛行機で移動することが増えましてですね、新幹線がやっぱり移動は多かったんですけれども、最近は飛行機でという、大阪名古屋あたりだと割とこう新幹線で行く場合が多かったんですけれども、そこからまた先一歩ってなると飛行機の方が時間とかいろんな諸々の関係でこう便利だったりとかするので乗る機会が増えたんですけれども、本当に私ビビリなんですよね。怖いんです、呼び出される恐怖。嫌じゃないですか、呼び出されるの。でもなんか結構みんな大丈夫だよ、最悪呼び出されるからって言って、 SSG のスタッフもそうなんですけど、うちの事務所の人もそうだし、結構ね今日ゲストに来てくれてる北入りなんかもね、大丈夫じゃん大丈夫じゃんって言ってたんですよね、徳島にいた時とか。でも私一人なんか、でも早くしないと、早く食べないととか言って、早く食べて急がないととか言ったら、結局みんなが食べ終わるの待つからそんな急いでもしょうがないよって突っ込まれたりとかして、後から考えてみるとそこまで焦らなくてもよかったっていう時間だったりとかして、心配性なんですよね基本的にね、私ね。なのでこの白川宗志さんも含め皆さんね、ぜひ余裕のある感じでチケットは取っていただくか、もしくは空港を楽しむという意味も含めて、空港自分が乗る便の2時間くらい前には行っておきたいですよね。早い2時間は早い。あ、そうですか。あ、そうでもない。あ、よくわかんないね。1日ね、羽田空港だったりとかしたらね、1日遊べますしねとか言って。はい、わざわざありがとうございました。他にも紹介したいと思います。はい、こちらハンドルネーム青空に包まれてさんからいただきました。ありがとう。ミンゴス、こんにちは。こんにちは。
佐藤里奈さんのラジオにゲストでミンゴスが来てびっくり。あの空ラジオが好きなのでテンション上がりました。トーク中でシュタインズゲートが気になったのでサイトを見てみたら、かなちゃんなども出ていることを知って4月が待ち遠しくなりましたよということで、ミンゴスのドジな話を聞くといつドジっ子卒業できるのかこっちが心配しちゃいましたよというふうにいただきました。そうなんですよね、佐藤里奈さんがあのやってらっしゃるラジオの方に私先日ゲストで出させていただいて、本当に佐藤里奈さんとはあの私も出演させていただいておりましたけれども、コープスパーティーの、作品でご一緒させていただいていたのでね、こう実際にこう長くおしゃべりするっていうのは高録の時とかはやっぱ準備にこうねこう割と時間を取られてしまったりとかして、ステージの準備のお話ばっかりとかしちゃうんですけれども、ラジオとかの準備を、ね、メール読んだりとかしてる時とかなんかにはいろんなこうお話ができてすごく楽しくて、あの素敵な方だなって改めて感じましたけれども、なんかよそよそしかったよなんていうメールも来てたんですけれども、そう結構あれが私のよそ行きというか、こうみんなの前に出る時のスタンダードがあっちで、みんなが見てるのがいわゆる今井麻美亜種って感じなんですけどね、こうなんだろう、かしこまるのをやめましたけどっていう方が亜種で、こうサトリナさんの番組に行ってる時の私が割と今井麻美としてのスタンダードなんですけれどもね、みんな誤解してるをと思いつつみたいな。他にもメール来てますね。こちらはハンドルネームカーナさんからです、ありがとう。こちらはライブの件ですね。ファーストライブの方にはこうチケットが取れなくて行けなかったのでとっても悔しかったので、セカンドライブの方にはなんとか行けるように頑張りたいと思いますと言っててね、正直5月という時期に地元からこう出れるかどうかというのは今後次第ということも言えるのですが、とりあえずできることから頑張っていこうと思ってますよってね、まあ、あのこう盛岡からお手紙をいただいているのでね、そうですよね、なんかあのだんだんちょっとずつですけれども、まあ、テレビで見る限り現地の方でも少しずつ生活が良くなってるのかなっていうのを垣間見たりはしている今日この頃なんですけれども、本当にあの楽しめるこうなんだろうイベントがあったりとかしたら、そのまでのねこう家庭を楽しむことも皆さんできると思いますのでね、私もぜひ5月15日のライブはこのままね開催できることを本当祈っていたいと思います。祈りは絶対にねこういつか通じるんじゃないかなって私なんかも思ったように毎日毎日こうねお祈りをしてるんですけれども、はい、本当開催できるといいし、皆さんがチケットを手にしていただけるといいな。本当にファーストライブの時には心が痛かった、なんかでも嬉しい悲鳴なんですけどもね、チケットが取れなかったなんて言っていただけるような身分になるなんて世界中の誰もが想像していなかったと思うんですよね、特に私ね、私とか私の家族とかね、誰もそこまで思ってなかったと思うんですけれども、ね、チケットが完売しできるという立場になることができてありがたいですよね。ね、ぜひ開催できるように皆さんもお祈りしててくださいね。あ、そうそう、あのチケットの話で思い出したんですけども、なんと今日から先行予約、チケットの先行予約受付というのが始まっております。早い者勝ちではないのでゆっくりねあの環境が整った状態で応募していただければとは思うんですけど、まあ、期間がありますのでね、その期間内には応募していただきたいなとは思うんですけれども、ぜひ、来たいなと思っている方はこちらに応募していただければ嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。詳しいことは私の今やさみ公式ホームページの方をご覧いただければと思っておりますね。こう来たいなと思ってる人がみんな来れるといいんですけれどもねとか言って、こうよくある受注販売みたいなのができたらいいのにね、こう来たいよって手を挙げた人の分の大きさの箱を取るみたいな、それ大変だろうな、やってる人いるのかしらって思っちゃう。あ、そういう時は追加公演をしてるのかみたいな。なるほどね。はい、じゃあ次ギテオタ紹介したいと思います。こちら、ミンゴさんこんにちは。こんにちは、僕が好きな声優さんを教えるのでミンゴさんが好きな声優さんを教えてくださいとあるので紹介しますよ。僕はミンゴスさんとイソッチさんと上田かなさんと、あとこう呼んでいいのか分かりませんがコンダムさん、そして結城葵さんですといただきました。もちろんハンドルネームはブレイブルーヤローさんですでしょうね。ありがとうございます。ほぼブレイブルーメンバーというか全員か
でしたけれどもね、ありがたやありがたやということでね、私の好きな声優さん、よくね、あの先輩の方とかで憧れた先輩というお話をよくさせていただくんですけれども、あのじゃあ同世代というか、あの私が子供の頃に憧れたというのではなく、実際にこう普段からテレビとか見てたりとか現場で一緒になったりとかして、あ、この人の声はすごく好きだなと思った声の人っていうのを、じゃあ今日はね思い切って紹介しちゃおうかななんて思ってるんですよね。結構現場で会ってその声を聞いてると、わあ好き、あなた好きってね本当にね言ってしまう人なんですけれども、あのまず一人目は、まあ、皆さんなんとなく想像ついてるかもしれないんですけれども、あの花澤香菜ちゃん本当に好きなんか不思議な周波数を持ってるなと思って、あの聞くとこの人好きだなって本当にね思っちゃうんですよね。あとあの伊勢マリアちゃんの声も本当好きですね。なんかこうどこがって言われると困るんですけれども、なんかあこの人の声好きだなって、多分みんなと同じように思ってるんだと思います。私もあとね他はね、そうだな、あ高橋美加子ちゃんの声もすごく好きですね。あの先日パヨパヨのラジオの方にもお邪魔させていただいて、残念ながらねあの公開録音の方は今回延期となってしまったんですけれども、あの昔からやっぱりテレビとかで通して聞いててすごく好きな声だなって前から思ってたんですよね。なのですごくパヨパヨが気になってたっていうのは実はそういう理由もあったりとかしたんですけれども、あとはそうですね、この人好きだなと思う声、野戸まみとかも大好きですね。なんか基本共通する何かがあるような気がしますね。基本癒しみたいな、あ自分の声が攻撃的だからなのかな。やっぱ私基本自分があんまり好きじゃないんですよね。こういうこと言うと怒られちゃうかもしれないんですけれども、あの今井麻美は今井麻美のことが好きではないんですよ。まあ好きな部分もあるんですけれども、声も大嫌いだったし、ちっちゃい頃から本当に好きじゃなくて、なんで私はこんな声なんだろうってねずっと思って、ただ声が大きくて通るので、高い周波数で通るので、よくあの人を呼ぶ時とかには便利に使われましたけれどもね、こう授業とかでこうわーって騒いじゃったりとかして、学級委員とかだったりとかしてるんで、なんか先生とか他の子が静かにしてくださいとか言っても声がこうかき消されちゃったりとかしてても、自分の声があの超音波的な声質をしていたので、こうキーンとなって静かにしてくださいっていうのがキーンって教室中になんか、なんならガラスの窓のところがキキプリプリプリってなるぐらいのあの声だったので、すぐシンってなって、今井さんは便利ねみたいな空気感になったりとかしてたので、自分の声嫌いだなって思ってたので、まさかね、喋るのとかは好きだったので声を使う仕事には就きたいなとは思ってたんですけれどもね、こういうお仕事をさせていただけるようになると、まああれなんでしょうね、嫌い嫌いも好きなうちってやつなんでしょうねきっとみんなもね、自分がコンプレックスに思っているところが一番のひょっとしたら武器になったりするようなことがあるのかもしれないですよね。いやー人生って不思議だなと思っちゃいますね。はい、というわけでブレイブル野郎さんありがとうございました。はい、というわけでこの後はですね、アドリベンの北村えりちゃんと一緒にあのモンスターハンターにこうチャレンジするということでございます。前回はね、準備をしたところでした。さてそこからミンゴさんどれだけ上手になっているかというのをですね、先輩であらせられます、ハンターの先輩であらせられます北村えりちゃんをお迎えしてお届けするわけではございますけれども、あの正直もうすでにそちらのパートは収録済みなんですけれども、先に言っておきます、ちょっとよくわからないかもしれない頑張ったよ、あのアートリーさんもベインさんも割と頑張ったんですけれども、みんながどんな風に聞こえてるかっていうのはちょっと私も今からこうね確認をしてみます。ドキドキします。なのでぜひ全て聞き終わった後には動画の方も見てね、というわけでそれでは次のコーナー行く前に CM です、どうぞ。皆さんこんにちは、バートリー・ベインのベインです。私たちのセカンドシングルラストジャッジメントが4月20日にリリースされます。兄弟曲のラストジャッジメントは XBOX360 用美少女対戦格闘ゲームファントムブレイカーのオープニングテーマで、とても力強い楽曲となっています。カップリング曲の迷いの森はアートリー・ベイン初のノンタイアップのオリジナル楽曲、とてもアートリー・ベインらしい曲となっています。
皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。こんにちは、今井あさみです。私の記念すべきファーストアルバムが11月23日にリリースされました。タイトルはカラーサンクチュアリ。コンセプトは地球、空、大地、海、森の木々、私の元気の源ともいえる大自然をテーマに大切に作り上げたアルバムになっています。通常版とミュージックビデオを収録した DVD 付き限定版、ブルーレイ付きの数量限定版を同時リリース。ぜひ皆さん聞いてくださいね。ファミセン&ミュージックパズル。はい、このコーナーはいつものファミセンとミュージックパズルが合わさったスペシャルコーナーでございます。前回の指令書に書いてあったおすすめゲームはカプコンさんから発売中の PSP 用ソフト、モンスターハンターポータブルサードでございます。ひとかりいこうぜ。違う番組、はい、以前の SSG93 回でね、うん、あの入門編ということで、私が実は 72回じゃなかったっけ、あ、73だ、その前だ、その前、そうそう、その時はまだ私、うん、本当にあのはっきり言って、うん、あの初心者ハンター以下だったじゃないですか。以下でした、ね、必ず直前に倒れちゃうみたいな感じになっちゃってたじゃないですか、うん、あのこうハギハギする前に力尽きまくってたね。そう、うん、その後にね、うん、今回、うん、あの時セカンドだったじゃないですか、うんうん、で今回はあのサードを始めるところを実は番組でね紹介させていただいたんですね、はい、その時一人でこうあの、うん、こう名前つけたりとかでニヤニヤしてたわけですよ。キャッキャッキャしてましたね。これから頑張るぞみたいな感じだったんですけれども、うん、はい、まあ、その後どうなったかということを含めましてですね、はい、モンハンサード今回は特訓編と題し、はい、より今まであの私がやってきたのにも難しいクエストに挑戦してほしいという挑戦状を受け取ったわけでございます。なるほど、はい、というわけでね、モンハンといえば欠かせないゲストということで、うん、はい、北村えりさんにお越しいただいております。ではなくアートリーベインです。いや、アートリーです。よろしくお願いします。もうクエストは貼った、うん、あ、早っ、準備は万端だ。早いな、アートリーさん、さすがですね。早くクエストボードに行くんだ。あ、分かった。じゃあちょっとね、その前にね、どういうことをねちょっとねするかというのですね、皆さんにね、うん、こうご紹介するんですけれども、うん、今回なんでアートリーさんと、じゃあ私もベインじゃなきゃダメなんだ、そうか。なぜ今回アートリーと一緒にモンスターハンターサードをプレイするかと申しますと、うん、そうなんです。今回のコーナーファミセンだけではなくて、実はミュージックパズルも兼ねてるんですね。ミュージックパズルだとクエストに挑戦しながら、4月20日に発売されるアートリーベインのセカンドシングルラストジャッジメントの宣伝をしなくちゃいけないんです。ほうほう、そうなんです。なんかね、こう2つやってみようぜみたいな。なるほど、感じですよ。短縮版ということそんなことない、尺の都合が。違う違う、一緒にできたら楽しいじゃん。これ誰に愚問をぶつけたらいいんだ、うん、自分にどうぞ。ミーヨーちゃんか、ミーヨーちゃんかもしれない、ミーヨーちゃんかもしれない、ムーターさんか、両方かな、両方かなそのわけで2人でやっていくわけなんですけれども、うん、じゃあね、ちょっとあの私の方の画像を大きいモニターに映しますので、うん、アートリーボタンを押してくれる。ポチッとな。なかなか立ち上がらない。よかったよかったよかった。あ、もう準備万端だ。ちなみにほら見て見て、ミンゴスの装備、チョウチョさんのやつなんだ。あ、なんか派手だね、北入りの装備。全身、うん、ナルガ装備です。ナルガさんの装備いいよね。そうなんです、大好きなんです。回避距離命です。あ、そうなんだ、うん、結構ね、私が使う武器は笛で、うん、モーションが結構大きいので、うん、大振りなので、うん、その分ね、あの行動がこう早いといいなとか、回避性能と回避距離が結構充実していると、うん、割とどんなモンスターでも適応できるなと自分の中では思っているので、うん、割とこの装備が多いですね。そうですね、うん、私も結構ナルガ装備さんか、このチョウチョさん装備、うん、あのそんなに私の戦力が見込まれてない時はよくこっちを使います。なるほどね。見た目重視みたいな、うんうん、で今回あの機体も貼ってあったから今チラッと見た、うん、これやるの、足元にはご注意を、これをやれという知恵だ、あ、そうなんだ、らしい。ウロコトル15トンなんて、ミンゴス上手になったからすぐ終わっちゃうよ。あら、じゃあこれ受けちゃうね。早くやったー、早く来たよ、待ってよ、うん、はい、できたよ、うん、ほらもう僕こんなのダラダラしちゃうよ、うんうん、ほんと。じゃあ早速クエストに
出発しながらラストジャッジメントの宣伝をすると。頑張りましょう。はい。出発わーはーラストジャッジメント宣伝宣伝。そっかそっか。4月20日発売無理やり。20日じゃ、20日ってか。はい。ラストジャッジメント。はい。こちらは、ゲームの、まあ、タイアップをね、取っていただいて、ね、とても光栄なことに、はい。そうなんです。というわけで、ラストジャッジメントはですね、はい、私たちもこう、キャラクターで撮影、出演させていただいて。あ、間違えて！ちょっともう始まってる！ちょっと待って、ちょっと待って。クラウドリンクだけ、あ、こいつじゃん。こいつだよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ま、ちょっと宣伝してもらってる間に、私は競争を解こう。ファントムブレイカーの、はい、今回オープニングということで、私たち歌わせていただいてるんですけども、はい、実は私たち、うん、あれも、キャラクターとしても出演させていただいてるんですよね。うん、対戦格闘ゲームの、そうですね。対戦型格闘ゲームの、主題歌みたいな、はい、テーマソングを、担当させていただいているので、そうなんですよね。まあ、作品が格闘ゲームなので、その分やっぱり曲調の方も、まあ、アートリー・ベイン節ではあるんですが、はい、割とライトに、うん、燃え上がれ的な、うんうんうん、パッショナブルな曲ですよね。燃えちゃう。あ、なんか、え？ん？どうしたの？今、うん、イビルなジョーさんとすれ違いました。嘘だ！え？そういうのが出てきちゃう感じ？わかんない。あれ？いる。私、イビルなジョーさんって。走ってきた。嘘、一人で。そして、すごく攻撃を食らった。やばい。おー、イビルなジョーさんだ。かっこいい。結構今の、今井選手、いや、ベインさんだったら、ちょいじゃないのこれ。いや、一人で相対したことはございませんね。頑張って。それで、ラストジャッジメントという曲は、うん、今回はベインさんがメインで。ベインさんがメインで。韻を踏んじゃったよ。そうだね。ベインさんが割と主メロを歌わせていただいているので、うん、ちょっと、いつもよりは、こう、爽やかな要素が多いような気がしますね。うん、なんか、ベインさん主メロになると、そうなる傾向ちょっとだけないですか？結構ね、憂いというか、うん、妖艶度が増すというか、うん、なんかそういうところではどっしりと重みのある曲、おーい！あれ？喋ってたらちょっと助けなくちゃ。結構イベルさんに、がっつりやられております。あ、ビンゴスに助けられた。もうか弱い今さんはもういないんだね。私が逆にちょっと宣伝ばっかりしてたら大変。ちょっと。でも他に、カップリングはさ、アートリさんメインじゃないですか。はい。迷いの森ということで。はい、迷いの森。うん。こちらの曲は、うん、もうなんかね、結構壮大なスケールの大きい作品に仕上がりましたね。おー、喋ってたけど、また捕まえた。どんだけ掴まれてるの。悔しいよ。あー、もうちょっと、私一回ベースキャンプに、このまま、力尽きて行くのでしょうか。やめて、うちの子、ちょっと小屋しどこ行った。わー、すごくギリギリ。あー、どうしよう。いにしえの飛躍。やったー。アサミンゴスは力尽きました。あじゃあ力尽きたらちゃんと宣伝してください。わかりました。じゃあ今の間にどうぞ。はい、今回はですね、二人で、こう、またいつものように、こういう感じで、ラジオだから伝わりにいいから動画があるから大丈夫。こういう感じで歌ってるんですけれども、地図。めっちゃ怒ってる。地図、嘘。ちょっと、やばい。しかも私、ちょっと待って。なんか力尽きそう。嘘。だから、ちょっと エリア移動する。ちょっと。体勢を整える。ちょっと、お肉食べていい？おいしい。おいしい。やっぱジョーさんすごいね。イビルなジョーさんは。すごいよ。道間違えた。結構、怒りのボルテージが、激しいわよね。赤い稲妻が。割と早い段階でさ、口からさ、こう、つってなってるのにさ、それが私のおかげじゃないっていうね。そんなことないです。私が切りつけた結果ではないというこのね、ショッキングな感じなんですけれども、そうそう、でもすごくね、今回もアントリー・ベイン節がね、どちらの曲も炸裂してますよね。はい、
結構やっぱりハモリだったりとか、まあ、ハモリというかユニゾンというかね、うん、2人の声がこう絡み合う感じが、うん、まあ、アートリーベインのこう良さでもあるので、うん、そこら辺はやっぱり、1枚目に出させていただいたこの2アーティストの祈りに引き続き安定したこう2人の声色を楽しんでいただける内容になってるんじゃないかなと思いましたね。私1回倒れてしまったのでちょっとビクビクしてて全然喋りに集中できない。もうじゃあそんな感じ。なるほど。あとはじゃあ聞いてもらえばわかるさ。そうそう、聞いて。そうだ、アートリーベインの心を曲を買って聞いてくれれば感じていただけるんじゃないかな。でもというそうね、さっきちょっと思ったんだけどさ、まあ、我々一生懸命イビルさんと戦ってるけどさ、このクエスト別にイビルさん倒さなくてもいいクエストなんだよ。知ってた。やばい、戻りだな。さよなら。あ、すごい。やるな。いやちょっとあまりってことは私の方に来るってことじゃないですか。そうですね。私本当ね、アイテム探すのが下手で。それ、その焦るとね、結構ね、わーってなるもんね。イビルさんがあちらにエリアを変えられたわ、住処を。ちょっと、うちのハマーンが帰ってこなくて。ハマーン、バッテンマーク出ちゃってるからね。うん、ちょっと、せめて、ちょっと、体を。なんかこれ、さあ、一応ほら、P も聞いてくれているから、今日の放送を。だから、ちゃんと宣伝できているかどうか確認、トークバックで。あー、なるほどね。あ、P って、浜田 P のこと。はい、浜田 P。なるほど。なんか後で怒られそうな気がするのは私だけ？わかんない、うん。私はちゃんと言うこと言ったよ。本当？ちょっと一匹ぐらい、もう二匹ぐらい。もうさ、こうゲームやりながら宣伝でさ、そもそもさ、心象悪くね。どっちにとってもね。どっちにとってもね。まあ、どんだけミンゴスが上達したかというのもね。そうだよね。前のあの時に比べたら随分とね、そうですよ、上手になったなかなかなと思いたいですよ。生命の粉塵を持ってき忘れたっていうね。私も持ってないです。なんかお互い優しくない装備できたね、うん、っていうかね、火に弱い。まずいな、まずいな、怖いよ。戦ってる、戦ったことあんまないからわかんない。あ、届かなかった。怖い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 。遠巻きに見る。あー、そして意味のない笛を吹く。ダメだ。あ、せっかく吹いたのに、力尽きた。スタミナ延長。ハマー戻ってきたのに。まるで私から生まれたかのように戻ってきたのに。行きたくないな、そこに。ね、あと一回だ。ちょっとじゃあ私、ウロコ取るやってくるわ。じゃあ、うん。残りのアイテムを全て駆使して。うん。なんか来てないかな。イビルさんと戯れてみるか。うん、戯れてて。よし。じゃあちょっとさ、そっち。はい。マジでちょっと待って、イビルさんに捕まった。よいしょ。ちょっと待って、あ、見たい。捕まったあなたが見たい。はいはいはい。はい。どうほー。なかなか獲物、いい顔してるぜ。やっぱね、上手な人の動きの方が、皆さんも見やすいですからね。そんなことないよ。私は。あ、千里眼とか関係ないの吹いてるしね。あれ？先輩！まあまあまあ、ハンターの先輩じゃないですか。怒った後が怖いからね、この人ね。確かにね。いやいや、でも、本当にね、アートリーベインらしい曲になりましたよ。また、取ってつけたような会話。ファントムブレイカーとしても、今回、ゲストキャラとして今回私たち参加させていただいてるんですよね、ゲームの中にね。そうですね。なので、より一層こう、愛着が湧いた曲になったって言ったらあれなんですけども、こう、世界が、こうね、ゲームの世界もよく分かった上でというか、まあ、ゲームの世界観が分かりやすい、ね、そうだね、曲に、まあ、世界観がバッチリ、まあ、うん、今回、シクラさんが、ね、手掛けてくださってるっていうこともあって、うんうんうん、また一味違った。ちょっとやっぱ同じフロアでやるのは無謀かしら。でも、頑張って。でも頑張る。同じフロアで頑張る。でも、あと一回なのよね。ダメ。あと一回力尽きたら、あってなるんだよな。よいしょよいしょ。
ちなみにカップリングの迷いの森はプロデューサーであらせられます浜田さんが作ってくださってるんですよね、はい、そうですね。もうだからアートリベイの親でもあるので、はい、2人の持ち味を生かしたメロディーラインを作ってくる、ね、隣のフロア行ってくる。そうだ、ね、あ、こっちじゃない。もうね、なんか、うん、イビルさんがものすごい頭を振っている、うん、え、どういうこと？お怒りですか？あと10頭ですよ。頑張って。頑張ります。力つけないようにね。そうなの、そこよ。よっしゃい、隣行こう。隣、よし。今日かつてないぐらい×ボタン押してる。やばい、回避、やばい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 。頑張れ、頑張れ。ナルガの回避を、うん、あ、ダメ、ぐるぐるできない。危ない、危険。あ、体、いや、どうしよう、どうしよう。飛躍。あ、いらっしゃらない。あれ、飛躍。カンカンしに行ったら怒る。あ嘘ですよ、嘘ですよ。負けない。あ、やばい。いらっしゃらない。多分遠くまで行かないといらっしゃらないから、やっぱりこの7エリアで頑張るよ。くそ、なんでこうクーラードリンクを飲もうとすると、うん、怖いよ、怒ってる。君の心を冷やさないためさ、まるでアートリーさんのような。ないこと言った。クリしてんじゃねえ。こっちとら大変なんだよ。熱い心で立ち向かいというね、これはね、やっぱ試練なのですよ。ひゃーひゃー、やばいぜ。あと、あと、エレちゃん、さすが北エリナだけに、うん、ドキドキするわ。ちょっと難しい。あと2頭ぐらいじゃないかしら。私ちょっと、あ、そっち行ったわよ。あー、びっくりした。エリアチェンジ。あらら、もうあと何頭なの。あとに多分2頭ぐらいだと思われるんですけども、いらっしゃらなくなったので。イエイ。あ、いるよ。いらっしゃった。みんないらっしゃるわ。みんないるよ。頑張って、ベインさん。ベインさん行っちゃおう。あ、失敗。あ、ちょっと待って、なんか一発が重い。イビルさん、うん、頑張れ頑張れ。吹けるかな。あ、あつつ、あつつ、あつつ。関係ないところで HP を。あともうちょっとだと思うんだけど。あ、イーミルさんが近づいてきた。どうしよう、どうしよう、どうしよう。私のことは気づかないでほしい。それは、あ、無理な。怖い怖い怖い。あと、あとちょっとのはずなんだけど。あ、近い近い近い。飛んできた飛んできた。ダメだ、みんなこっちに来るんだ。君らのことだよ。おー、なんか、なんか、やばいやばい。イビルさんじゃない人にどつかれた。あれですね、あの、突進してくる彼ですね。突進してくる彼が、はあ、イビルさん、イビルさん本当疲れてらっしゃる。わー、すごい。会心率 40% なめんなよ。すごい。くそ。でもどうせだったらここまで来たら倒してみたいもんです ね、ちょっとその間ね、ダダン、懐に入る、ダダン、出なかった。あ、ちょっとまたお隣の部屋行こうかしらね。こちらにはいらっしゃらないようだわ。あ、なんか移動しちゃうかも。嘘。ミルさん、あ、そんなことないか。うわー、かなり怒ってらっしゃる。あ、あ、い、え、あ、ということで、うん、うん、クエストはいや、未完のまま。いける、いける、いける。もうすぐだよ。もうすぐ、うん。あ、でも、あ、イビルさんが倒れられた。あ、本当ですか。うん、頑張れ、私が頑張る。これだいぶイビルさんもさ、こう攻撃してくれてた気がしますよね。そうですね、うん、巻き込みながらの。そうそうそう。ありがとうみたいな。あと何頭かしら。あと多分ね1頭ぐらいだと思うんですけど、いらっしゃらないのよね。くそ、どこにいらっしゃるかしら。あ、やばい。力尽きたくないよ。頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。ん ?10 番。10番。上まで行っちゃう。上まで行っちゃう。ちょっと待って。あ、そうだね。上のところのカンカンできるゾーン。うん、ちょっと突進してくる彼。でもなんか、じゃあ10まで頑張っ、10まで行くまで。耐えてね、走ってくる、うん、あ
私は一回も力尽きていませんよ、うん、今井殿、うん、ちょっとビビルさんが私のこと好きみたい、ごめんね。というわけで結果は失敗ポン、失敗ポン、はい、残念でした。はい、というわけで私たちの宣伝の時間もこれにて終了でございます。スイッチオフ。あー、ううちょっとアイテムだけ受け取ろう。うん、そういうことしなくていいから。ほらほらほら、これこれこれ嬉しいの出た、これ。でーい、やめてうちのハマーが取ってきたのよ。はい、今井さん、仕事してください。うろこが、はい、何でしたっけ、どこの段落ですか今。そう、今あのとりあえずもうこれ以上宣伝ができないということですので、はい、次の指令書を開封したいと思いますが、はい、それにしてもやっぱり、はい、ハンターとしては先輩であらせられます北村愛理さんことアートリーさん、はい、本当に素晴らしい技術を見せていただきました、はい、ありがとうございました、はい、まだまだ特訓が足りていないということを感じた今日この頃でしたので、はい、ハンター生活もっと充実させたいと思います、はい、頑張ります。わかりました、じゃあ君にこれをあげよう。やったー、ちょっとあの鱗だけ取っていいですか。えぇ、わかりました、わかりました。ちょっと本当でも鱗だけ。せーい。だって大事なんだよあれ。大事だからね。そう、どうしても作りたいのだった。はい、読んでください、指令書。指令書。はい。アートリーベインさん、こんにちは。こんにちは。この指令書を書く段階ではまだ見ていないのですが、うん、モンハンではきっとユニットらしい息の合った立ち回りと見てくれたんです。基本的にソロプレイでしたね。お互い同じ面にはいたんですけど ね、そうなんね、やってる、ね、種類がちょっとね違った違った、ね、ある意味息は合ってたよね、合ってました、うん、はい、でさて次回は久々のレトロゲームの紹介です、はい、次回は Wii のバーチャルコンソールで配信中のドルアーファノと、わあ懐かしいな、こちらを取り上げますよということで、え、全60回の制覇頑張ってください。頑張って。冗談でしょ。冗談じゃないの。ガチですか。スケジュールちゃんと組んでます。わかりました。じゃあ私も60回全部やるけど、みんなも帰らないでね。それはどうかな。みんな目をそらす。あとはよろしくとかなし。あの定点カメラとかなしね。はい、はい、というわけで、あの先輩としてもアートリーさんとしても本日はありがとうございました。また来てくださいませ。よろしくお願いします。またバイバイ。今井あさみです。私のニューシングル「フレーム越しの恋」が好評発売中です。フレーム越しの恋は私も出演している OVA メガネな彼女のオープニングテーマで、とっても爽やかな楽曲となっています。カップリングの夢のまころばは大人っぽい私の違った一面を見せる楽曲となっていますよ。そして今回のシングルにはボーナストラックとして昨年末に行ったファーストライブよりシャングリラライブバージョンを収録。ぜひ聴いてくださいね。ウェブラジオ今井あさみのシンガーソングゲーマーがついに DVD になりました。その名も今井あさみの SSG スーパーボーナスステージ。声優の早水梨沙さん、原由美さんを迎えた料理バラエティ、私のファーストアルバム制作に密着したドキュメンタリー、こちらの2本を収録した約90分の盛りだくさんの内容になっています。しかもボーカル新録のアレンジ曲2曲を収録した CD 付き、好評発売中です。いろんな意味で面白かったでしょ。はい、というわけで皆さん、私の腕前が前よりはだいぶ良くなったということを確認できたのではないかと思う今日この頃でございます。残念ながら、アートリーベインのアートリーの北村愛理さんはですね、ですね、この後ちょっと別のお仕事がありましてですね、本当に嵐のように去っていかれました。じゃあまたねーっつってうわー、さすがだなー、アートリーさんは行動力があるなーと思いながら、いってらっしゃーいとね、お見送りしたところではございますけれども、あの無事私のですね、あの上輪もなんとかあの手に入れることができました。よかった。もう本当にねドキドキしました。なかなかねイビルジョーさんとね一対一で向かい合うことは私にはねできませぬ。なぜならばマンパワーがまだ低いからです。そうなんですよね。結構ね装備とかの方は前に比べたら随分とこう強い武器とか装備とかができるようにはなってきてるんですけれども、今日はねこうきらびやかな装備をしていたんですけれども、いつもは結構ね別の装備を結構ねあまり上手じゃないので防御力の高い装備をつけたりとかしてるんですけれども、それでもやっぱ
難しかったりしてるので、すごいね、いやこんな機会でもないと思って、もっといっぱいやりたかったんだけどな。ちょっとねまた時間を見てね、北入りとも遊びたいと思っております。そしてね本当に私たちの CD の宣伝がね伝わったかしら、心配。でもね北入りが言ってた、こう動画の方でテロップ出してもらえばいいんじゃないって言ってたから、あそれいい考えと思って、アートリーベインの時はそうすればいいよって言ってたから、もうどうしてもこう例えばですけれども、あの 5PB さんの偉い方がこれをご覧いただくか、こう動画の方を見ていただいた時にですね、いくらなんでもちゃんと CD の宣伝してくださいよって怒られそうになったら、ムータンにこうタタタタッとタタタタッと文章をねこう動画につけといていただいたら、あなんかねこう素敵な文字放送的な感じになるかなーなんて思っている今日この頃でございます。なんでここでちゃんとねもう一回言っておきますね、アートリーベインさんのセカンドシングルラストジャッジメントが4月の20日に発売されます。こちらは4月28日に発売される 5PB さんの Xbox360 用ソフトファントムブレーカーの主題歌になっているということで、こちらのファントムブレーカーの方にも北村ゆいちゃんと私が、別の作品のヒロインだったんですけれども、今回こちらのファントムブレーカーにもゲストとして出演させていただいておりますし、他の出演者の方もすごく豪華になっていて、水木奈々さん、長谷川明子さん、鈴村健一さん、田村ゆかりさんなど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 、本当にたくさん、実力派声優さんの方が出演されていますので、こうピピッと来た方ぜひぜひ4月20日買っていただけたら嬉しいななんて思っております。そして私たちの曲も聞いてね。そして迷いの森もカップリングなんですけれども、こちらもとってもアートリーベインの色の強い濃い曲になってます。こちらはアートリーさんがメインで歌ってくださってるんですけれども、本当に情熱的でかっこよくって、ベインさんもそれに寄り添うようにいて、アートリーベインってこういう感じだよねっていうのを体現したような曲になってますので、こちらもぜひ聴いていただきたいと思います。よし、これできっとあの宣伝マンの F さんにも怒られない、サンゴさんですね、サンゴさんにも怒られないんじゃないかなってさっきまでのだとすごく不安だったいやー今井さん頼むよ、全裸で待機していたのにって怒られるかなと思ったので、ちょっとねほっとしましたなんてねそれでは私のですね6枚目のシングルの、こちらの告知もさせていただきたいと思っております。こちらはですね Xbox360 用ソフトエヴァーセブンティーンのエンディングテーマになっているということで、今ねやっぱりあのエヴァーセブンティーンが今回 Xbox360 で新しく生まれ変わるということで、すごくいろんなところで話題になっているかと思うんですけれども、そのエンディングテーマを新規で作らせていただいて、そちらを私が歌わせていただけるということで本当に光栄でございます。まだねあの作品の方というか楽曲の方の、方は私はまだ聞いていないんですけれども、かなり気合い入れて作ってくださっているというふうに聞いておりますので、こちらも期待していただきたいと思います。他にも、こちら告知まだまだありますよ、シュタインズゲートのアニメが4月5日の火曜日深夜から始まります。放送局によって放映日時などが異なってしまいますので、皆さんそれはね情弱にならないようにチェックしていただきたいと思っております。詳しくはアニメシュタインズゲートの公式サイトをご覧ください。そうですよね、先月の3月の26、27で行われる予定だったあのアニメコンテンツエキスポの方にもシュタインズゲートとしてね出演させていただく予定だったんですけれども、残念ながらこちらが皆さんの安全面を考えたりとか今の現状を考えて、中止ということになってしまってね、皆さんと会える機会がちょっと一つ減ってしまってはいるんですけれども、もう本当に期待通りの仕上がりにアニメの方はなっていますので、絶対見て損はないと思います。見なかったら一生後悔するんじゃないかなって思ってますわー脅しだなのでぜひご覧いただければ嬉しいなと思っております。はい、番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおたぎておたなど各コーナー宛てに送ってください。宛先はファミツー .com の応募フォーム、またはホームページに書いてあるアドレスから。メールで応募する際は題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってくださいね。次回の配信は2011年4月9日土曜日となっております。そしてね延期になってしまっている第100回放送生放送の方がどうなっているかというのもね、分かり次第こちらの番組でもお伝えしていこうと思っておりますので、どうしようこのままいつまで経っても100回やる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 って言ってずっとやらないのも面白いかもね。
いつかやるよ、いつか100回やるよって言って、実はもう500回ですとか言ってなったらね、すごいなって思うんですけどこうね、引っ張るなみたいな、100回分引っ張るなみたいなのもね、面白いんですけどね。はい、どうなるやらみたいな感じですけれどもね。はい、こんな時だからこそ皆さんね、力強くやっていきましょうね。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみと、もう帰っちゃいましたけれども北村えりでした。じゃあ